松本インターチェンジは、長野県松本市、大浅島立にある、長野自動車道のインターチェンジである。松本市、安曇野市南部などの最寄り IC である。また、接続する国道158号やその先の安房峠道路を経由して、岐阜県北東部への連絡にも用いられる。なお、IC 内と IC 付近に高速バスの停留所が設置されており、 本校ではそれらについても述べる。松本バスストップ、または松本高速バス停は、長野県松本市の長野自動車道、松本インターチェンジ出口付近にある高速バス、停留場である。後日の松本インター前停留所と区別するため、本停留所に停車する高速バスは、旅客案内上の停留所名を、長野道、松本と案内している。 本停留所に発着する高速バスは、料金所を出るが、連絡道路の構造上一般道へは出られないため、一般道へ向かう、別の専用道を通行後、東停留所前を通過し再び、松本インターチェンジ料金所を通り、そのまま、長野道を走行する。停車する路線松本インターチェンジに接続する国道158号、上に設置されている。 松本インターチェンジで長野道を出入りして、一般道を行き来するバスが停車する。停車する路線。ありがとうございます。